心と体の健康について考えるコーナー、元気のツボ。今回は知って得する血圧、高血圧をお送りします。皆さんこんにちは。心と体の健康について考えるコーナー、元気のツボ。今回は知って得する血圧、高血圧についてお送りします。田口先生、よろしくお願いします。お願いします。先生、早速なんですが、日本人は高血圧の方が多いようですね。はい、2006年の調査によると、日本人では40歳から74歳の人のうち、男性の約6割、女性の約4割が高血圧です。そうなんですか。非常に多いですね。高血圧では血圧を下げるのが大切と聞きますが、そもそも血圧を下げると何がいいのでしょうか。はい、血圧が高いまま放っておくと血の巡りが悪くなる動脈硬化になり、さらに進むとある日突然狭心症や心筋梗塞、あるいは脳卒中など命に関わる病気を起こすこともあります。血圧を下げることでそうした危険性を減らすことができます。なるほど、怖い病気を減らすことができるのですね。症状がなくても高血圧の方は血圧を下げた方がいいのでしょうか。はい、血圧が高くても多くの方はほとんど症状がありません。症状がない方が突然に命に関わる病気を起こすことがあるのですから、症状がないうちから適切に血圧を下げる必要があります。そして健康診断などで定期的に血圧を測り、早めに高血圧を発見することが大切です。また健康診断で血圧が高く、病院にかかるよう言われているのに放っておいたり、高血圧で定期的に病院にかかる必要があるのに自分の判断でやめてしまったりするのはもったいないことです。症状がなくても血圧が高いかどうかしっかり定期的に検診を受けて、もし高血圧があれば下げる必要があるということですね。ところで、どのくらいの数値から高血圧というのですか。はい、収縮期血圧、つまり上の血圧が140以上、または拡張期血圧、つまり下の血圧が90以上のことを高血圧と言います。ただし血圧は歩くなどちょっとしたことで変わりますから、正しい測り方が必要です。また最近では家庭での血圧が大切だということが分かっています。詳しくはお近くの医療機関でお尋ねください。はい、分かりました。先ほど高血圧は血圧を下げることが必要ということでしたが、どこまで下げるといいのでしょうか。はい、若い人や中高年の方は上が130、下が85未満、糖尿病や慢性腎臓病、心筋梗塞にかかったことがある人は上が130、下が80未満、高齢の方やその他の方は上が140、下が90未満というように、人によってどこまで下げるかの目標が違います。高血圧の治療を受けている方は自分の血圧をどこまで下げたらいいのか、その目標値をぜひ知ってください。わかりました。では血圧を下げる方法について教えていただけますか。はい、血圧を下げる方法は6つあります。まず1つ目は食事です。塩分を少なくし、果物や野菜を多く摂り、コレステロールを減らすといいでしょう。塩分はどのくらい少なくすればいいのでしょうか。はい、1日に摂る塩分を6グラム未満にすることが勧められています。日本人が1日に摂る塩分は平均で11グラムから12グラムと言われていますから、結構厳しいですね。塩分は漬物やラーメンなどのスープ、醤油などの調味料、焼きちくわなどの加工食品などに多く含まれます。高血圧でない方も1日に摂る塩分は男性で10グラム未満、
女性で8グラム未満にすることが勧められています。果物も多く摂った方がいいのですね。はい。しかしコレステロールが高い方や糖尿病の方は果物の摂りすぎに注意が必要ですので、詳しくはかかりつけの医療機関でお尋ねください。2番目にお酒を控えめにすることも大切です。日本酒でいうと男性で1合、女性や高齢者ではもう少し少なくするといいです。3番目は適度な運動です。ウォーキングなどの有酸素運動をお勧めします。4番目に肥満の方は体重を減らし適切な体重にすることです。そして5番目にタバコをやめることです。食事や運動など日常の生活に関わることが高血圧の治療になるんですね。はい。こうした食事や運動に取り組むことは高血圧そのものを防ぐことにも効果がありますので、全ての人に勧められます。また高血圧以外の生活習慣病にも効果があります。最後6番目は薬による治療です。どんな薬を飲むかやいつから薬を飲み始めたらいいかはその人によって異なります。また薬を飲んでいても生活習慣を良くすることは大切で、薬を増やさないことにもつながりますし、薬を減らすことができるかもしれません。その他高血圧の原因がはっきりわかる二次性高血圧はその原因の治療をします。高血圧の治療について詳しくはかかりつけの医療機関でお尋ねください。よくわかりました。今回の元気のツボは知って得する血圧高血圧について田口先生に説明していただきました。田口先生ありがとうございました。ありがとうございました。